クルインは埼玉県深谷市のコミュニティバスである。2000年より本格運行開始。JR 高崎線深谷駅を発着する定時定期便と事前予約型のデマンドバスの2種類が存在する。2015年4月より定時定期便は4路線、デマンドバスは5路線が運行されており、花園観光バスが運行受託している。 東循環便西循環便北部定期便南部、シャトル便花園観光バスが運行している。2015年4月1日の路線再編までは、定時定路線は、花園観光バス、事前予約型路線は、深谷タクシーへ委託されており、事前予約型路線では、乗客4人乗りのセダン車両が使用されていた。1997年7月、コミュニティバス試験運行開始。 2000年、本格運行へ移行。コミュニティバスの愛称とキャラクターを公募する。愛称は、市内の中学2年生が応募した、クルるンが選ばれた。市内を循環するバスをイメージし、小さい子からお年寄りまで親しみを持ってもらえ、音の響きが良いという理由で採用された。またバスのキャラクターは、市の花チューリップを図案化した、フーリップファミリーが選定された。 市内の中学3年生が応募した作品で、子供からお年寄りまで楽しく利用してもらいたいとの願いを込めて、五輪のチューリップを家族に見立て、父母と子供と祖父母が並んだイラストであった。初代車両の三菱不装、ローザには、フーリップファミリーと市の公認ゆるキャラ、ふ、かちゃんがラッピングされていた。その後、2015年4月1日の路線再編で、車体デザインは、 ふっかちゃんラッピングに変更されたが、死の花チューリップは、現在もラッピングされている。2010年4月1日、岡部、川本、花園地区の循環路線は、事前予約制の乗り合いタクシーへ移行し、定時定路線として運行する路線が7路線、乗り合いタクシーとして運行する路線が6路線となった。2015年4月1日、来る臨新運行スタート。 定時定路線を4路線とし、事前予約型路線をデマンドバスとして、市内全域に拡大する再編を行った。それに伴い委託事業者を変更し、定時定路線は、花園観光バスから共同バスへ、事前予約型路線は、深谷タクシーから花園観光バスへそれぞれ変更された。また、バス車体とバス停のデザインもリニューアルされ、ふっかちゃん、ラッピングバスとなり、 クルリンのバス停にも、ふっかちゃんが描かれるようになった。2020年4月1日、運行体制見直し、コースや時刻、料金を変更。また、定時定路線、事前予約路線ともに、花園観光バスによる運行となった。運行内容、路線の詳細は、深谷市公式サイト、コミュニティバス、クルリン利用案内を参照。定時定期便、デマンド交通とも、 年末年始を除く毎日運行。デマンド交通は電話、またはインターネットで乗車予約して利用する。運賃は、小学生以上、定時定路線の2トル未満で100円、それ以外は200円。専用定期券、専用回数券も発売されている。2020年3月31日まで乗車時に1日乗車券が発行され、発行当日は、 乗り放題となっていたが、一乗車ごとの支払いとなった。同じく、民営の鉄道と一般路線バスへの乗り継ぎ制度もあり、来るンと武蔵観光、国際中央交通の一般路線バス、秩父鉄道を乗り継ぐ場合、バス乗務員や駅係員に申し出ることで、乗り継ぎ券が発行され運賃が100円割引となって、いたが、合わせて廃止された。 障害者割引として3種の障害者手帳を提示することで、本人と介助者1名まで運賃が半額となる、深谷駅前にて1、深谷秋田コース東循環編集方向が左回り、方向が右回りに深谷南コース東循環編集方向が左回り、方向が右回り3、深谷秋田コース西循環編集方向が左回り、 方向が右回り一つ目の市役所は左回りのみ停車。一つ目の城市公園前は右回りのみ停車。二つ目の城市公園前は左回りのみ停車。四、深谷南コース西循環。編集方向が左回り。方向が右回り五、岡部シャトルビン。編集深谷駅は市役所方面のみ停車。六、岡部シャトルビン。編集深谷駅は 市役所方面の未停車七、川本経営会員シャトルビン、編集深谷駅は市役所方面の未停車ふっかちゃんラッピング、フーリップファミリー、ラッピング事前予約型路線では、乗客4人乗りのセダン車両が使用されていた。ありがとうございます。